全然セーフゾーンじゃない気がするけどね。全然セーフゾーンじゃない、危ねえ、ない気がしますけどね。なんだっけ、ネオンの灯る、どこに行くんだっけ。私方向音痴だよ。え、かわいい。こんにちは、岩田と申します。初めての方、初めまして。ストレイズ、ぜひからやっていこうと思います。めっちゃかわいいんですけど、猫ちゃん。ちょっと邪魔だな、視点変えれないな。あのロボットちょっと邪魔だな。というわけで続きからやっていこうと思います。アパート脱出したところですね。うわ、何ですかここは。向こうにエレベーターがあります。何やら重要そうです。行ってみましょう。おー、え、閉まってくんない。え、な、中に入ってくんないかな。邪魔だなあいつ。なんかちょっと目障りだな。え、かわいい。かわいい、天才的にかわいいね。いや素敵すぎる。いやかわいい。この手があざとかわいいな。え、このまま進んで大丈夫。あ、大丈夫だね。よかったよかった。よしよし。お、待ってください、覚えています。アウトサイド。アウトサイド、遠い昔行ったことがある気がするのです。あなたはそこから来たのでしょうか。さあ。ニコちゃんにそこまでの知識あるかな。え、私は誰かに必ずそこへ行くと約束しました。でも誰に。ああ、博士かな。この頭の持ち主の博士なのかな。おお、自由自在やな君。このポストカードを元に書かれています。持っていきましょう。え、いいの勝手に。うわ。ヌスッとがおる。おお、なるほどね。まあここに絵が書いてあるしね。なぜこんな記憶があるのでしょうか。この記憶はどこから来たのでしょう。確かにロボットだからさ、この記憶もさ、作れる、人工で作れるわけやん。これが本物の記憶なのか、果たして偽物なのか。前に進みましょう。おお、なんかこいつ怪しいな。黒幕やない。え、新しいメモリーを発見しました。翻訳？セーフゾーン。セーフゾーン、じゃあこっち安心ってことか。本当に？全然セーフゾーンじゃない気がするけどね。全然セーフゾーンじゃない、危ねえ、ない気がしますけどね。やめろ、あっち行け。よし、オッケー、すごい。え、ロボットだ。あ、そうか、ロボットなんかちょいちょい見てたな、そういや。スラム、やだね、バッチそうだな。こんなところに猫ちゃんを送り込むのなんかやだな。はっ、えい、あ、逃げた。なんだ、敵ではないのかな。走れない、こっち行ったね。あー、来ないでって言ってる。怖いのか猫ちゃんが。でもなんか、なんだっけ、ここなんかロボットの街かなんかじゃなかったっけ。あー、びっくりした。お互いに今びっくりしてるけどね。いなくなっちゃったみんな。こっちかな。なんかかわいそう猫ちゃん、ショーンとしてるな、心なしか。おお。すごい、そんなに慌てふためいてるの初めて見た。ロボットでも慌てふためくんだね。こっちだーって言ってる。おお、え、戦うの。猫ちゃん無力ですけど。威張ってる。お、可愛いでしょ猫ちゃん。敵じゃないよ。え、どうしたらいいんだろう。近づいていいのかな。え、刺されそう。え、いいのかな。あ、交流する。おお、ロボット語だ。敵じゃないよって言ってるのかな。彼ら独自の言語があるようです。おう、ザークではないな。ザーク、知らぬ顔だな。ザークって何。なんかあのトイストーリーに出てくる名前しか知らないんだけど。え、誰も食べない限り歓迎するよ。お、食べないよ。まあ雑食だけどね猫ちゃんは。食べないよ。お、え、何、え、怖い、やめて。あ、安全だよって言ってんのかな。門番みたいな感じなのかこの人が。おお、止まった。ザークって何。みんな恐る恐る出てきてるな。おお、
でもそのザークってやつが敵なのかな、ひょっとして最終的に戦うのかな。でもなんか戦ったりなんだりってこのゲームなさそうな気がする。全然覚えとらん全然覚えとらん、ビビるぐらい。え、動ける。え、名前何。ガーディアンとか。ガーディアン、名前もかっこいいな。守護神ガーディアン。迷ってるのか、何が欲しい。え、何も欲しくないですけど。ポストカードを見せる。アウトサイドの写真がくだらない。エレベーター動いていない、みんな知っている。ここから脱出などできないと。アウトサイダー以外よな。え、どういうこと。でもさ、なんかロボットだからさ、そういうエレベーター修理とかできんの。しかし奴らもみんないなくなった。モモ以外はな。モモ、興味があれば奴と話すがいい。奴も脱出は諦めたようだが、結局それが一番だってことだ。脱出諦めちゃったのか、モモちゃん。オレンジのネオンが光るあのビルの上に住んでいる。オレンジのビル、あー遠そうやなだるエレベーターが動くと思った。明日で私は374歳になるけど、それが動いてるところを見たことがない。ロボット出しても直せないのか。部品がないのかな、もしかしたら。なぜ上に向かう、そこには何もない。あんじゃやら。なるほど、みんなも諦めきってるんだな。このザークってやつが襲ってくる毎日をひたすら生き延びてるだけなんだ。なんだっけ、ネオンの灯る、どこに行くんだっけ。私方向音痴だよ。ガーディアン、どっちに行ったらいいのかな。まず道教えて道教えてくんない。迷ってるのか、何が欲しい。地図かな。教えてくれないんだね。あれか、こっから見たらわかる。じゃあこっちに行ったらいいんだね。お、誰かいる。寝てんの。光のサークルを見るのも楽しいけれど、いつか本物の空を見てみたいものだ。サークル？おお、確かに。これは人工の空ってことなのかな。すごいね。どういう世界設定なんだろう。でも猫ちゃんたちがいるところはちゃんと空があったもんね。あそこがアウトサイダーってところなのかな。どっちどこ。あ、こっちじゃん。うえー、全部落とした。オッケー。で、こっから入る。これがももちゃん？思ってたほどももちゃんっぽくないな。ももちゃんかな。おお叩いて治るって思ってるタイプね。 100% 治んないからね。むしろ悪化するビビってる、かわいいももちゃんかな。交流する。全然治らないよ。どうして仲間を生かしてしまったのか。今僕は一人ぼっちだ。仲間がいたんだ。なんかそんな言ってたね。こんにちは、何かする。何かって何さっきのアウトサイダーの写真見せてみる。オッケー。アウトサイダーの写真、そこに行ってみたいの。考えるだけ時間の無駄だよ。そこには孤独と絶望があるだけさ。僕の仲間も同じ夢を持っていた。でも今はみんな消えてしまった。孤独だけが残った。詩人や。仲間がどこに行ってしまったのか。コンタクトを取ろうとしてるのに、トランシーバーが正常に動作しないんだ。僕と仲間はアウトサイドについての研究をノートにつけてる。ほら、本当にそこに行きたいのなら僕のを持っていきなよ。いいの？ありがとう。君の好きなようにするといい。僕はアウトサイドを諦めた。うまくいくといいね。悪い子じゃないんだな、ももちゃん。ももは悲しそうです。仲間に会いたがってるんです。知ってる。彼がくれたノートを見てみましょう。アウトサイダーによる生命、いかなる犠牲を払ってでもアウトサイドに行かなければならない。我々の仲間を守らなければならない。ザークには近づいてはいけない。セレメンティネとズバロザークドッグとモモによる署名がされています。モモの名前は後から追加されたようです。新人さんやけ置いてかれたのかな。別のノートも探してみましょう。オッケー。なんかももちゃんかわいそうだな。小さい猫さん、まだノートを探してるの。
あ、探しております。大丈夫、これ治んないのか。あ、これがモモとドッグとなんかズボルザークみたいな名前の人たちだったのが、すごいなんか生きってる感じがいいね夏休みの学生みたいな生きってるね。よし行きますか。で、そのノートを集めないかんとかな、めんどくせえなめんどくさいな。すべてが計画通りにいっている。上層へのコンタクトもトランシーバーが消える前に行った。何かの圧倒的な力で支配されているミッドタウンという場所だ。先ほどモモと話をした。彼の瞳、この見た目、我々と共に行動はしないだろう。え、まあ確かに特殊な感じの見た目だったね。別のノートを探しましょう。あ、お前が言ったんかいえ、かわいい。は、え、なんか何の意味もない、ただの癒しスポットは、かわいいんですけど。は、かわいい。なんかわかんないけど癒されたわ。やりました、もう一冊のノートです。これはドクという名前の人の持ち物のようだ。長期にわたる研究の結果で、スペクトロメーターを強力な UV ランプと結合させた。これによりザークが具体的に何であるか解明することができるはずだ。最初は爆発してしまった。実際の環境でテストする必要があるようだ。別のノートを探します。なるほど、アウストサイダーに行くことも大事だけど、プラスしてなんかあのザークの正体も探ってるんだ。ミッケー、ついに最後のノートです。ズボルザーク、絶対違うけど、ズボルザークという名前の人の持ち主のようだ。ザークと呼ばれる生き物以外の生態系の痕跡が消えてしまった。奴らは何でも食べて恐るべきスピードで繁殖をする。町の封鎖など物ともせずだ。おお、この本にメモがあります。こう書かれてあります。トランシーバーの設計にミスがあった。しかし修正方法は判明している。これが方程式だ。この情報を持っていけばモモがトランシーバーを直すのに役立つのではないでしょうか。上層とコンタクトが取れれば道が開けるでしょう。私たちが見つけたものを彼に見せましょう。着いた、持ってきたよ。小さい猫さん、まだノートを探してるの？もう集めた彼女は本当に勇敢だった。僕が知る中で一番の恐れ知らずな人だったよ。女の人なんだ。毒の持ち物じゃない？彼はすごい電気関連のオタクだったよ。いつも世紀の大発見をしそうなくらい。そうなんだ。そんな詳しい人が一人はいたんだね。それはズボルザークのだよね。彼の言うことはほとんど理解できなかったけれど、彼がとても賢いことをわかるんだ。待って、仲間のノートをすべて見つけたの？見つけたよ。あれ？何そのノート？トランシーバーが直せるの？やったね。つまりスラムの外の人と連絡が取れるんだね。スラムの外の人って誰？いるのかな？クレメンタイン、ズボルザーク、ごめんよ。目的を見失いそうになった。約束する、必ず外側に行く方法を見つけるよ。ありがとう、君も脱出できるかもしれない。さあ、このボロッチートランシーバーを直そう。おお、これでトランシーバー直したらいろんな人と交流できるのかな。外にいるだろう人たちとも直してるね。やった、動いた。一緒に来て。え、どこに？なんかヨタヨタしてるな、歩き方。何してんの？え、あー、びっくりした。あそこだよ、他よりずっと高いあのビルが見える。あのタワーのてっぺんにトランシーバーを設置すれば町全体と通信ができるようになる。仲間はまだそこにいるかもしれない。脱出方法があるなら仲間が知ってるはずだ。おお、君は小さくてすぼしっこいからザークを避けられるね。君の力が必要なんだ、小さいアウトサイダーさん。僕らを空へ連れてってよ。すごい私任せやんすごい私に任せてくんじゃん。ねえモモ、君行かないの？ザーク避けれるかもしんないけど。あー、じゃあ行きますか。どこ一番？あそこか。遠いなじゃあ一旦ここで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。茨でした。ここまで見てくれてありがとうございました。投稿は2日投稿したら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。ゲーム実況の他に歌ってみたや声劇、
朗読、何でもやっていこうと思います。もしどこかで見かけたら、その時はどうかよろしくお願いします。